筆ッ済みは日本の女性声優である。響き所属。また餃子評論家としても活動している。2007年から声優養成学校に通い、2008年より声優としての活動を始める。ドワンゴクリエイティブスクール1期生。以前はドワンゴアーティストプロダクションに所属していた。このほか、声優ユニットミルキーホームズのメンバーとしても活動している。 また、書籍の観光、ズームイン、サタデーなどでのテレビ出演、お願い、ランキングゴールドなどでのランキング監修、宇都宮市が開催する餃子関連のイベントの出演など、餃子評論家としても活動する。著書に、切ったずみの座、餃子、本日も、餃子日和がある。2019年6月より、イギリス留学していたが、新型コロナウイルス流行のため、 2020年5月、途中帰国。私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い。で演じた黒木智子役が、地声に近く、小さい頃から自分の低い声が好きではなかったと語っている。そのため人前では、裏声で話している。また大人になってから声を褒められたことが声優という、職業を意識したきっかけであると語っている。趣味として、餃子研究、餃子作り、 ゆりをあげている。こと餃子に関しては筋金入りで、物心ついた頃から好きな食べ物はずっと餃子としか答えなかったと語る。2011年2月26日には池袋餃子スタジアムの1日町長に任命されている。それを皮切りに2013年には TBS、ランク王国、ズームイン、サタデー、 宇都宮餃子祭り2013トークショー出演など、その餃子愛と知識から数々の仕事をこなしている。月刊武士ロード市場で自身の餃子コーナーを持つに止まらず、ロボットガールズ Z では宇都宮市のマスコットキャラのミアリーを演じる。なお彼女の弁によると、宇都宮移住を本気で考えているそうだが、事務所に止められているという話である。2013年には、 宇都宮餃子 PR 特命アンバサダーに任命。2014年には餃子グルメ本、ザ、餃子を出版。そして宇都宮愉快市民に任命された。前述のようにゆりを趣味に挙げており、自他ともに認めるゆりをた。それが講じて2012年にはピグードにて、三上枝織と共にパーソナリティを務めるゆり魂、ゆりイズムマイナスという番組を持っていた。 2017年以降はガレットにて百の元と共に漫画リーバティの執筆を行っている。同作は2019年に角川により出版された。カードゲームを特技として挙げている。養成所時代に北に孔明からサンデー VS マガジンのラジオをやらないかと誘われたことがカードゲームを始めるきっかけとなった。TBS で放送された。 カード学園では自ら講師役で出演していた。また、サンデー VS マガジン TCG で全国大会準優勝の実績がある。太字はメインキャラクター。オンラインゲームはインターネット配信。餃子評論家。ありがとうございます。